指定時に建てられた、史跡東高野街道西寄りはじめ里塚の、東高野街道西寄りはじめ里塚は、大阪府富田林市、西寄り東三丁目に存在する、東高野街道の一里塚である。大阪府下では、街道両脇に一体の塚が残る、唯一の例であり、1970年2月2日に、大阪府指定史跡に指定された。また、 東高野街道沿道に11カ所あった一律塚で現存するものは柿内にあるものと試みとなっている。この地に一律塚が築かれた詳しい由来や年代は伝わっていない。18世紀初頭に作成された原独国絵図では西木部軍志村の東側に東高野街道を挟んで一体の一律化が描かれている。一律塚の塚城には 西国三十三所万願供要等である宝京院塔がに来たっており、それぞれ女王二年、宝永六年に建立されたものであることから、一律家の築造年代はそれ以前に遡ると考えられている。嘉永四年の越えずには、一律家と銘打たれた東西に広がる楕円形の地物が描かれている。この楕円形の中央を東高野街道が南北に貫き、 街道で分断された東西の半円の中に、それぞれ一律から四季方形の地物が描かれている。明治前期の地図にも大円形の地物が描かれ、同様に中央を東高野街道が通っている。河南鉄道が開通する以前の明治20年代には、西木部群金群村の南端にある一律家と、称される古塚の記録が残っている。東高野街道はこの塚の中央を通り、 かつては二軒の茶屋があった。塚城は平坦になっており、地蔵一帯と石碑一揆が存在したようである。前述のように地元では一律家の伝承が残っていたが、教育委員会や文化財関係者の注意を引くようになったのは昭和40年代になってからである。近鉄寺尾の宮駅の北側、富田林市と河内長野市の境界付近にある近鉄長野線。 国道970号と石川に挟まれた小高い5日城になっている一角で教育委員会関係者によって一律化が発見された。昭和43年12月に、富田林市からの要請で藤沢和夫が現地調査に訪れている。調査の結果、偏長9メートル、高さ2メートルの方形態度と、その東南側の石川よりに崩落した態度の残部が確認された。 藤沢は前者を西塚、後者を東塚と仮称した。かつて西塚の塚上には一本松が生えており、古写真が残っている。藤沢は塚の寸法が一般的な一律下の寸法に近く、松が生えていたことから、この塚が一律下と認め、不完全ながら塚が一い残る塚における唯一例という評価を行った。また、 公共隠蔵の建立記念から、築造年代は、塔の建立以前とした。塚の東西について、現地説明版や市教委の資料で作奏が見られる。一つは、公共隠蔵が残る塚を西塚とし、今も残る、東南側の崩落した塚城地形を東塚と呼ぶものである。藤沢の調査結果に従うもので、現地説明版や平成16年4月付の記事などがある。 もう一つは、法京陰等が残る塚を東塚とし、その西側にかつて西塚が存在したとするものである。市教委発行の富田林の文化財に従うもので、平成元年8月付の記事などがある。前者は現存する地形から、後者は各種地図や航空写真を根拠とするが、どちらが正しいかの結論は出ていない。また、前述のように、明治時代の資料には、 地蔵と石碑について記載されているだけで、2期の法教院等についての記載はない。明治以降によそから移築された可能性があり、塚の築造年代の根拠とすることはできない。ありがとうございます。